ジュール・アレクサンドル・グリューンは、フランスの画家、ポスター画家、挿絵画家である、パリで生まれた。絵を、風景画家で、パリ、オペラ座の美術監督も務めたラバストルや、風景画家のアントワーヌ・ギュメに学んだ。油絵画家としては、ロココ時代の画家シャルダンに似た雰囲気で、日常生活の絵や肖像画などを題材にすることが多かった。1890年に、劇作家、 作詞家のレオング・ザンロフと知り合い商業美術の世界に入り、カコリコやラシエット・オブールなどの雑誌に挿絵を描いた。同じ年に軍服で歌う歌手、コメディアンのポランと最初のポスター制作の契約を結んだ。1890年から1931年の間に135点ほどのポスターを描いた。ポスターの題材には、モンマルトルのカフェコンセールの依頼によるものや、 旅行会社のためのポスターを描いた。油絵画家としての仕事としては、1909年にフランス芸術家協会によるサロンの開催の30周年を描いた絵画では、当時のファッションが描かれている。同時代の画家たちの集まりを描いた絵もある。代表作に晩餐の終わりなどがある。1904年にパリで結婚した。1920年代に3度、 アルゼンチンの画廊で展覧会を行った。1934年にパーキンソン病にかかり作品制作から引退した。1838年にパリで没した。ありがとうございます。